知県南西部、黒潮がぶつかる土佐清水市にある土佐清水ジオパーク。県内2例目、国内で44例目となる日本ジオパークに認定されました。ジオパークとは、地球大地を意味するジオと公園を組み合わせた、文字通り大地の公園を意味するもので、地球を学び丸ごと楽しめる場所としての役割を担っています。活発な大地の動きを克明に残す土佐清水ジオパークの魅力にドローンで迫ります。まず紹介するのは、土佐清水市を代表する観光スポットでもある足摺岬です。太平洋の荒波が打ち寄せる四国最南端の岬で、自然が織りなすダイナミックな景観が広がっています。この場所はおよそ1300万年前のマグマが地下深くで冷えて固まり、その後大地の隆起によって姿を現しました。岬の端には波に浸食されてできた断崖がおよそ80メートルの高さにわたってそり立っていて、周囲を取り巻くように階段状の地形が広がっています。また足摺岬周辺には、潮の流れが速い太平洋の荒波によって岩が浸食された海食堂が多くあります。その代表的なものがこちらの白山洞門です。花崗岩の海食堂としては国内最大で、高さ16メートル、奥行き15メートル、県の天然記念物にも指定されています。足摺岬を越え、足摺半島の西側にやってきました。この場所に広がっているのが薄映えと呼ばれる海岸。日本列島で最初に黒潮が突き当たる場所と言われています。急傾斜の地形が多く、人が容易に近づくことができない薄映えですが、ドローンでは沖の岩場に黒潮が絶え間なく打ち寄せる荒々しい波の様子を間近で捉えることができました。ジオパークといえば地形や地質が注目されがちですが、それらと深く関わりのある暮らしや歴史、食べ物も対象となっています。その一つがジョン万次郎のふるさととして知られる中野浜地区にあります。土佐清水沖で採れるメジカ、ソウダガツオを原料とした伝統のソウダ節作りです。コクのある出汁が出て料理に欠かせないソウダ節は、土佐清水市だけで全国シェアのおよそ7割を占めていて、古くから日本の食を支えています。土佐清水のフードの中で一つの産業ですのでね、それはもう本当に絶やすことなく続けていきたい、まあ、その信念でまあやってますね。自然の恵みによって作られるソウダ節は、中野浜地区に根付く地域の宝です。続いて訪れたジオスポットは、土佐清水市の市街地から西へおよそ8キロ先にある辰串地区。土佐清水ジオパークを象徴する場所の一つ、辰串海岸です。およそ1700万年前に地殻変動が活発な時期に堆積した浅い海の地層が、波や風の浸食を受け作られたものです。奇岩と呼ばれる独特な形の岩の中に、大地が激しく動いた痕跡が多くあり、丸みを帯びた岩が何本もまっすぐに伸びる大竹、小竹など特有の景色が広がっています。さらに辰串には大地の鼓動を感じることができるスポットがあります。海岸近くの漁港から専用のボートで10分ほどでたどり着く千尋岬の西側に向かうと、見残しと呼ばれる海岸が見えてきました。
弘法大師が辰巳周辺を訪れた際にあまりの難所のため見落としたことから見残しと名付けられたもので、辰巳海岸と同様に長い年月をかけて波や風の侵食を受け、蜂の巣、渦巻きなどと呼ばれるさまざまな奇岩を作り上げています。中でも目を引くのはこちらの屏風岩と呼ばれる屏風のようにそそり立つ雄大な岩。その姿に圧倒されます。見残し海岸にあるのは奇岩だけではありません。入江沿いに群生しているシコロサンゴです。空からでもはっきり見ることができますが、今回特別に水中ドローンを使って撮影することができました。中に入ってすぐ見えてきたサンゴの群落。その周辺にはたくさんの魚が住み着いていて、気持ちよさそうに泳いでいました。このシコロサンゴの群落は国内最大級でおよそ1600平方メートル。国の天然記念物に指定されています。見残し海岸にはこうした自然が長い年月をかけて作り出した神秘的な世界が数多く残されています。7年越し、3度目の挑戦で念願の認定となった土佐清水ジオパーク。今後の展開を土佐清水ジオパーク推進協議会の桜愛香さんに聞きました。ジオパークをしていることによって、なんかこう、まあ、経済的な発展であったりもそうですし、なんか地域の人たちが誇りを持って活動できるっていうのもそうですし、何かこう地域が生き生きとしていくようなきっかけになったらいいなと思っています。大地の営みが生み出した地質、地形とともに独自の暮らしや文化を育んできた土佐清水ジオパーク。今後、高知の新たな地域遺産の発信拠点としてさらなる発展が期待されます。